です。コペン君です。クロクロさんのコペン君です。はい。嫁企画合同壮行会の、まあ、壮行会のメンバーの一人でもあります。本日はこのコペン君、ちょっとサスペンションを、我が家で交換させていただきました。ありがとうございます。久々に僕も車高調整の、サスペンション交換するっていうのをちょっと僕も久々にやりましたので、ちょっとまあうまくいったかどうかは分かりませんが、ここ支笏湖であります。はい、ここまで今ちょっと走行試験というところで、ありますが、どうでしょう。今日ちょっと交換して、今走行試験したんですが、やっぱり前回フロント交換させていただいて、で今回はリア、4輪ともだったんですけど、かなりコーナリングの安定性は出るようになりました。あ、コーナー、やっぱりサスペンションでコーナリング性能ってやっぱり変わるもんですね。そうですね。ロールがだいぶ抑えるようになりました。あ、ロールが、ね、あ、なるほど。じゃあとりあえずちょっと僕の方で組まさせていただいて、まあ、まだ細部煮詰める調整っていうのはこれからまだ少しあるとは思うんですが、はいはい、今のところどうでしょう。ですね、だいぶ前から見ると振動も検証されましたし、はい、高速安定性も出てますので、はい、これから、いろいろやりがいがあるかなと思います。あ、そうですね。あともう細かな微調整といったそういったものでいくと思いますので、はい、これ確か触覚相場は30段階ぐらいの調整機能がついてましたね。そうです、はい、ダイヤル式で、フロントもリアもだいたい30段ぐらいの調整と、ということで、まずフロントストラットの方から見ていきます。車高の高さについてはクロクロさんの、まあ、ご要望ということで、まあ、理想の位置に、まあ、セットできたのかなと思います。この赤いリングを持って、赤いリングが見えますが、これがバネレート、バネの力ですね。これを締め上げればバネが強くなる、伸ばせば、バネが柔らかくなる、まあ、そういったところで今乗り心地の方も今この位置を調整しております。そして車高の高さでありますが、これはストラットの方でまた回転させながら車高を調整するということで、まあフロントはとりあえず今の現状で落ち着いたと、はい、ソフト、ハードの30段階ほどの切り替えなんですが、はい、どれぐらいの感じなんでしょう。今フロントでハード側で20、ハード側で20、はい、これは前回交換した時ここ20収まったんですよね。はい、いろいろと調整してとりあえずフロントは20という形で、はい、で、今日、やっと部品が全部揃ったということで、本日リアの方を、まあ、交換させていただきました。ここにスプリングと赤いリングが見えますが、これパッと見ブリッツのように見えるんですが、はい、実際のメーカーっていうのがラグレスというメーカーです。ラグレスというメーカー、はい、これなんかブリッツさんと似てるんで、なんか OEM かなんかなんでしょうか。という話ではちょっと聞きましたね。あ、でメーカーの名前を売るために安くしてるという話は聞きましたけど、今回は中古ということで。あ、そうですね、はい、ちょっと少し一回つけたような跡が見当たったんですが、まあ、物的にはすごい綺麗な、ものでしたね。そうです、はい、作業も非常にやりやすかったです、はい、で、中央に見えます赤いリング、この赤いリングを持って、バネレート調整と、はい、で、ここもちょっとクロクロさんの好みにとりあえず合わせたところです。そして、こちら側ですね、奥に見えます赤いリング、これショックアブソーバーなんですが、ここの部分を持って、コペンクの車高を調整すると。車高の高さですね。これまだ少し煮詰めるところもあるとは思うんですが、はい、まだちょっとリアの方は少しまだ走って、もうちょっとなんか煮詰める方がいいのかな。今のところどうでしょう。今段階的にはソフト、一番ソフト柔らかくしてるんですけども、はい、もうちょっと固めてもいいのかなっていう感じは今走った感じありましたんで。ああ。それちょっとやってみようかな。あ、そうですね、はい、非常にリアの方はもう本当に簡単にできると思いますので、はいはい、あとはもう調整だけっていう形になりますので、これもクロクロさんの方でゆっくりと、はい、微調整しながら、はい、やっていただければ、はい、ね、最良な場所が見つかるといいですね。ありがとうございます、はい、ということで、今日はちょっとクロクロさんのコペン君の、前後の、まあ、車高調
サスペンションキット、これをまあ我が家で交換して、今日支笏湖まで、来て走行試験というところであります、はい、今日はちょっとねあのいろいろと僕の家に集まってくれた人ちょっと車ちらっと映します。はい、これ僕のワークスくんです。本日白ワークスさんと同じ、加工してあげました。はい、僕もやっております。ナンバーの裏側穴開ける。はい、まあちょっとね僕ここちょっと大慌てで穴開けたんですがちょっと失敗しました。はい、僕もダメになったらバンパーだけ交換します。そして、また GR コペンくんです。今日はプロプロさんのサスペンションを交換するということで、まあ、見学に来たいということで、GR コペンさんも来ております。はい、これは僕の嫁さんの S660 くんです。もうローターがボロボロです。はい、そして、白ワークスさん、わざわざ函館から来ていただいて何かなと思ったら僕と同じナンバーの裏側に穴を開けてここから空気を抜く、そういった作業を、させていただきました。はい、はい、バイクの皆さんも支笏湖まで来て、まあ、景色とツーリングを楽しんでいる、そういったところであります。はい、非常に天気がいいです。久々にねちょっとね、プチ、まあ、走行会のような形になってしまいましたが、まあ、走行試験ということを兼ねて支笏湖までやってきました。それではまた。